これぞ女子校だなと思う謎文化。北海道旭川市おかめちゃんのこれぞ女子校だなと思う謎文化。マジで雨嫌い。雨の日は、ね、見てびっしょびしょなんだけど。私もだよ。よし。みんなが濡れた靴下を教室に干すので、授業始めるぞ。さっ、おい、靴下を干すのはやめろって言っただろう。ここでの、悪臭が漂って先生が苦しむこと。俺が通ってた男子校より臭いぞ。東京都東村山市天まで届けさんのこれぞ女子校だなと思う謎文化。18世紀後半、イギリスは大西洋の三角貿易により、筆箱には必ず毛抜きが入っていて、授業中無駄毛を抜き始めると、科学技術の発達と産業の仕組みの変革によって製鉄機械横一列みんな毛抜きに没頭し、一番後ろのやつ毛抜きやめと先生に注意されてしまうこと。ということで、これぞ女子校だなと思う謎文化。